のりこさま激怒国民が愛子天皇を待望するという報道を受けて放った言葉がひどすぎるこの人一体何様こんにちは秋篠宮家が強い風当たりに遭う一方で愛子さまに天皇として将来即してもらいたいという声が勢いを増しています今回は のりこ様が放たれたという一言が話題になっています。一体どういうことなのでしょうか。その内容をお伝えしていきます。合わせて、愛子天皇待望論の支持が、ますます増えていることについても一緒に紹介していきます。ぜひ、コメント欄に、あなたの感想を記載して下さ。い。天皇陛下がお誕生日会見で、 その成長ぶりに触れられたことで、再び注目を集めている愛子さま。去年の12月に成年皇族になられてから、1月の新年祝賀の儀にも出席。され、ますます、国民からの尊敬を得ているのではないでしょうか。そんな愛子さまには、次期天皇として即位してもらいたいという声が、新聞などの世論調査によると、8割を超えており、 無視できなないい状況となっていますしかし、女性天皇、女系天皇については、日本の制度の問題で、実現が、今のところは不可能であり、このまま行く。と、国民の声も虚しく、愛子さまが天皇として即位されることはありません。仮に女性天皇が認められ、愛子さまが即位された場合のことを考えてみましょう。その場、 5. 問題となるのは、愛子さまがすでに結婚されているかどうか、だと言います。もし未婚のまま即位されたとなれば、結婚相手を見つけることは、かなり難しいかもしれません。1 0小室さんと眞子さんの結婚で、皇族の結婚相手に求められるハードルはかなり高いことが明らかになり、大変な騒ぎとなりました。問題の原因は、 小室家サイドにあったとはいえ、皇族の結婚相手に名乗りを上げる男性は、これから先、そういないかもしれません。天皇のお相手ともなれば、ハードルはかなり上がることでしょう。う。国民からは、天皇のお相手にふさわしい品格が求められるに違いありません。歴史上、女性天皇は8人存在していましたが、 どの天皇も生涯独身を貫いていることが分かっています。さらに、懸念すべき別の問題があります。それは、女系天皇の問題です。愛子さまが、天皇として即位された後、結婚し、お子さまが誕生した場、後、女性天皇だけを認めるとなっていたなら、 愛子さまのお子さまは天皇として即位する資格を持っていないことになります。そのため、女性天皇を認めるということ、派実質的に女系天皇も容認する可能性へとつながることになります。愛子さまのお子さまが行為を告げないということに、納得ができないという声や、今の愛しごさ、魔を天皇に、という声と同じように、 愛子さまのお子さまを天皇に、という声が上る、可能性がゼロではないからです。そもそも、今の日本の制度において、男系天皇が重要、とされる理由の一つに、父方の血筋をたどれば、初代神武天皇までまっすぐに遡れる、ということが挙げられるでしょう。過去の日本では、天皇は、神格化された存在であり、現代でも、 神格化された存在ではないとはいえ、天皇に対して、国民は数形の念を持っています。その数形の念を国民が抱くために、純粋な天皇家の血筋である、と、いうことは、非常に重要な点であり、現代に至るまでも重要視されています。しかし、戦後、皇室と国民の間の距離が近くなったこともあり、 純粋な血筋であるということだけでは国民も数形の念を持てなくなったのかもしれません。愛子天皇待望論が多くの人に支持され始めたのは秋篠宮家への国民の風当たりが強くなり始めた頃と言えるでしょう通称小室問題と言われている眞子さんと小室圭さんの結婚問題によって眞子さんの 公よりも私を優先させていると取られても、仕方のない言動が、国民の目に留まり、それを後押しするかのような慶子さまの行動も、秋篠宮家への批判の声を高める要因となりました。また、先日発表された、悠仁さまの進学に関し、でも議論を呼んでおり、これらに対して、秋篠宮さまは、ただ容認されるのみ。 という状況が続いたことも、秋篠宮家への風当たりが強くなった原因と言えるかもしれません。一方で、天皇皇后両陛下、また愛子さまは、長い間、体調不良に悩まされておられた雅子さまが回復途中にあることが報告され、愛子さまも成年デビューされるなど、秋篠宮家とは対照的ともいえる状況です。先ほど触れた、 悠仁さまの進学についても、定傾向進学制度で入学したという宮内庁からの発表があったにもかかわらず、友人さ、まが、一般受験会場に姿を見せられるなど、事実と発表の内容が違う、という国民に疑念をもたらす結果になり、本来は、喜ばしいことではありますが、残念なことに。 秋篠宮家に好意が移ることを望まない声が高まる結果になっています。ですから、これらの点を踏まえても、国民と皇室との距離が近くなった現代において、国民は皇室に対して、私よりも公を求めており、天皇として将来即位する可能性がある皇族方には特に、それを強く求めていることがわかります。当然、 それは自然なことであり、上皇陛下や天皇陛下、また秋篠宮さまが言われていた、国民と苦楽を共にし、そして、国民の幸せを願いつつ務めを果たしていくという基本的な考え方と同じと、言えます。しかし、秋篠宮家が指摘を受けている一連の問題を見ると、 秋篠宮家が公よりも私を優先している印象を受けるのではないでしょうか。ネット上には自分たちのしたいことばかりを自由にしているという厳しい意見が見られています。中には天皇が国民の象徴であるなら8割以上の賛同が得られている方が好意をままし愚のが当然なのではないかという意見もありました。 現時点では、女性天皇に実現は難しく、有識者会議などを見ても難しいと言えるでしょう。しかし、秋篠宮家への批判の声が高まり、皇室、特に皇位継承者のいる秋篠宮家への敬愛が失われつつあることもまた事実です。今の秋篠宮家の現状を嘆き、のりこさまは、とある一言を言われ、 多様です宮内庁関係者によれば、範子さまは、秋篠宮家への批判が相次いでいることに加え、愛子天皇を支持する声が多数を占めていることをお聞きになり、あの子が近く結婚すれば、何も問題はないじゃないと言っておられるのを聞いた職員がいるとか、とのことです。範子さまは、悠仁さまに東大卒。 の天皇として即位してもらいたいと強く願っておられるようですからそのように言われたのかもしれません自分は愛子様に天皇として即位してもらいたいと感じた方は本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございましたまた皆さんに感じたこと意見などをコメントしていっていただけたら嬉しいですもしよろしければ評価などもお願いします では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。